私はシガニーのことが好きだった。なのに、ある日、私は見てしまったの。二人が仲良く歩いている姿を。あれ？あれはシゲニ？え？おい、近すぎねえか？仕方ないだろ。メガネがないから、こうでもしないと危なくて歩けないんだから。それにしたって近えんだよ！決めんだよ！生温かいんだよ！安心しろ。俺だって気持ち悪い。それより、周りに気をつけて、しっかり歩けよ。なんで岸沼くんと腕組んで歩いてるの？嘘。見なかったことにしよう。岸沼くんとしげ兄は、あはは、こいつって感じで、まるで恋人同士みたいに。おーい、何気色の悪いこと言ってんだよ。きっとあの二人はできていたに違いないわ。だあなわけあるか。違う、マユ、それは誤解だ。俺と岸沼が恋人同士だなんてあるわけがないじゃないか。俺は岸沼なんかよりずっとマユのことを大切に思っているのに。シガニー、そういうことだったの。すれ違いの末に起こってしまった悲しい悲劇。ごめんなさい、岸沼くん。幸子は霊界探偵、たくさんの霊を見てきたわ。でも、一番恐ろしいのは、生きた人間だったというわけね。